マヤパンマヤパンは、メキシコ、ユカタン州にある、マヤ文明、五個天気の遺跡である。メリダの南東およそ40キロメートル、チチェンイッツァの西方を100キロメートルに位置する。マヤパンは、1220年代後半から1440年代まで、ユカタン半島における、マヤの政治的な首都であった。1221年、マヤでは、チチェンイッツァのトルテカマヤ系の支配者に対して反乱が、 起こった。短期間の内戦の後、多くの有力な都市や貴族たちは、床端に中心となる、統治機構を作ろうと集まった。彼らは、チチェンイッツァの支配者を倒した将軍フナクセールの根拠地の近くに新首都を作ることを決定した。新首都は防壁を築いた内部に建設され、マヤの旗を意味する、マヤパンと名付けられた。マヤパンの王には、冬で、 チチェン・イッツァに対する反乱の中心となった古い家系のここ向けの課長が選ばれた。しかし他の貴族たちや地方の有力者層は自分の家族の一員をマヤパンの政府に参画させた。この連合体は200年以上にわたって続くことになった。植民地時代のマヤの年代記にはマヤパンがチチェン・イッツァや牛丸と同盟を結んだとの記述のあるものもあるが、 考古学的な成果から考えると、その可能性は少ないと考えられる。1441年、強力な貴族である死ゆけのアフイコールシュパンは、マヤパンのココム家の王たちの政治的な作望に激しい怒りを燃やし、反乱を食わだてた。結果的に、ココム家の一族は大部分が殺され、マヤパンは略奪され、放火されて、ついには放棄された。そのため、ユカタン地方は、 都市国家の戦争状態に突入した。今日残るマヤパンの遺跡は、印象的なマヤの遺跡というイメージからは、ほど遠い遺跡である。反乱によってほとんど全ての建物の屋根が放火され、破壊されたことにもよるが、もっと大きな理由は、チチェンイッツァやウシュマルに見られるような規模の記念碑的な建造物が建てられなかったことにもよる。遺跡の中央にあるピラミッドは、チチェンイッツァの カスティーヨの小型版であり、いくつかのつつましやかな規模の神殿や宮殿が見られる程度である。マヤ版には公共的な建造物はほとんど見られない。4平方キロメートル四方の城壁に囲まれた都市の内部には約3500箇所の住居跡がひしめいており、人口はおよそ1万1000人から1万5000人に及んだと考えられる。1950年代に カーネギー研究所によって5年間の考古学的な調査がなされた。その後、グリネル大学の指揮でさらなる調査が行われている。マヤパンのカスティーヨマヤパン。ありがとうございます。